はい、7番。はい、7番。行きまえほどなったまあ、この日ね、ここでとりあえず皆さん昼食取ったんです。今はダブル知らんが知ってた、ここにあったの。あれも知ったか、ここに山で追跡サイン、追跡サインどこですか。はい、これ、さっちゃん、はい、おめえ来たの、今追跡サイン。この八神王子については先の動画で熊野古道のねシリーズの中に解説してますので、まあそれ以外のことを今日ねご紹介したいと思いまして、で八神王子っていうのはもうそのね最高上人っていう方がねすごく有名で、この方歌をね歌われる人で有名なんです。でもう八神といえば最高ということでね、ここに歌碑が残されているんですよね。大正時代のものなんですけど、でちょっと読みにくくなったので最近またね新しい歌碑ができたという。でもう八神王子っていうのもものすごく古く、まあ、平安時代からよく登場します。五体王子ではないんですが本当にね大きな社殿でね、で昔からその景観が残されてる森ですとかそういうものが残されてる、移動しなくてねそのまま残っている貴重な社の一つっていうことを書かれてますね。でもちろんこの森も熊楠さんが神社合祀の反対運動で守りました。で熊楠さんが守った森の一つですね、丘っていう地域なんですけど、そちらの鶯名神なんですが、まあ、氏子さんが結構その熊楠さんの研究一緒にされてた方がここの氏子さんだっていうね記録もね残ってる。もう八神王子っていうとその最高法師のね歌碑で有名なんです。でまあそれここに「町きつる八神の桜咲きにけり」荒く下ろすな御簾山の山風っていうねなんか歌が書かれてあると、ちょっとね、それのこう絵にしたものが見つかったんでこんな感じでね、書かれてるものがありますね。行きましょう。行く。団子になってくるよ。次難しい質問が来たら。あらちごせー。カモン。カモン。もう八神王子からもう距離にしてもすぐのところなんですけども、田中神社の森っていうねまあそういう森があるんです。でここももちろんその熊楠さんが守って、残された森なんですよね。でここにその森のちょっと脇にですね大賀ハスっていうねちょっと説明案内板がハスのねが並んでるところが沼地があるんですけど、これはね2000年前の、古代ハスがですね昭和26年千葉県ケミ川っていうところね
もう地下6メートルにあったと。2000年前の縄文遺跡から、が発掘されたところから出てきたと。で、東京大学農学部教授のね、大賀一郎博士がね、ハスの種をね、この発見してね、それを発芽生育させて開花に成功させたものって書いてますね。で、それがこの大賀ハスっていう、その大賀一郎博士の名前からこの大賀ハスっていうね、名前がついてるってことですね。はい、そこはとりあえず そこの看板見て、ああちょっとまたはい、こういう気になるやつ、後で開けるときに開けるの待ってな。ことか、はい、次のチェックポイントはここです。こうたらね、酒、里芋分かってんの、うん、これは何の葉、レンコン、ハス、ここのやつはちょっとハスってこんなんやで、こんなんな。もうそれ枯れてるからもとってもいいの。種落ちるんや。そうやな。蜂の巣みたいなの、若干。ここの太古のハスで、そこにちょっと看板書いたね。地層の中から出てきた種をって書いてあるんで、ちょっと見て読んでください。昭和26年1951年、千葉県県川の博士に手によって三粒の種子を発見した。その種子が発芽し、2000年ぶりに生命を蘇らせた花を、もう入れたら、うん、はい、ちょっと、うん、蘇らせ花を咲かせた。科学的にも考古学的にも反定されている。このハスが大化ハスと名付けられ、千葉県の天然記念物となっている。全国各地に分根され、当ハスタルの7月から8月にかけて薄紅色の花が咲き乱れる。平成11年春、大化ハスを守る会ということで、この3粒の種、うん、発見したと。もっとあったか。上富田町、ここは今上富田町、ちょっとこの地区で有名な氷炭、もうだいぶ取ったけども、氷炭を作っております。ここが地区の人は氷炭な、そこで氷炭って知ったのか、ひょっこり氷炭島の氷炭、わかるな、うん、はい、あそこや、ニュースでちょっと濡れへんみたいな。今度はちょっと難しいで、2チームで分かれへんわ。では読み上げます。地図とシルバーコンパスで指示された場所に進む。高141度、754メートル先の場所に進む。地図上に記入し、目的地をマーキングすること。車道の横断に注意。民家の間の道を通過して突き当たりまで進め、熊野古道の標識があります。です。現在地点どこね。ここ、あ、分かったの。僕はここや。熱いよ。熱いよ。次に帰る。あ、どうも。どこや、どこや。今言うたら。そしてこの田中神社の森なんですけど、まあ水田が少ない熊野では珍しく、田んぼの中のね神社であるってことを書いてますね。で、これはもう神の森と言われまして、熊野には神の森というね、森そのものを神社とする、社殿のない神社がね、まあ鹿島のも同じなんですよね。鹿島のような神社が、古代日本人が神様と出会う場所というのは、建物の中ではなく森の中にぽっかりと空いた、まあ、そういう空間ね、であったと想像されるという、そういう空間が、まあ、神社の始まりなんじゃないかっていうことでね、まあ、田中神社の森もそういうような一種の神社、古代の形式だということですね。
田中神社 の主祭神は弁財天になってます。これちょっとあの不思議な伝説がありまして、で現在地よりも6キロ先にある岡川八幡神社っていうね、あの神社があったんだと。で、まあ、今もちょっとどこだかわからないんですけど、倉山っていう山らしいんですよ。でそこが洪水に、大水によってね、あの森全体が流れ着いたことが由来になってるっていうね、不思議な話があるんです。まあ神社合祀の際はその明治に、八神神社の方に合祀されてるんですが、まあ南方熊楠さんの、ね、日本および日本人っていうね、この有名な雑誌に掲載して田中神社の景観を称賛してたと、神社林のね保全をの提案をが続きですね、戦後まあ復写されたものだということですね。経済は 8R 小さな森であって、森全体が富士でこれね覆われているんです。でまあ1956年、昭和31年森全体がね県指定の天然記念物第1号としてね、記録されています。神社による富士、現在の地名、この辺が丘っていう地名なんですけど、まあ、それによって熊楠さんが提案したらしいんですが、この辺のこの富士はですね、丘富士と呼ばれるということですね。88、ちょっとここ場所変わった方がいい。